通飛剣は中国武術の一つ。別名を通飛地剣とも言う。腕を無知のように伸ばし、柔らかく素早く、遠くへ伸びる打撃を特徴とする。通飛剣の名は中国の伝説上の猿、通飛一円光に由来する。通飛一円光の左右の腕は一本につながっており、右腕を伸ばせば左腕が短くなり、左腕を伸ばせば右腕が短くなる。 通飛剣の武術家が打撃を繰り出す際、その腕が予想を超えて、遠くまで伸びて、相手を攻撃する様子からの命名とされる。正確な起源は不明だが、河北省を中心に、中国北方に古くから伝わっており、新大より、北京と天津の二都市を中心に、東北地方でも行われている。その電波に伴って、現在では、多くの系統が存在する。騎士、通飛。 五行通費権、壁係通費権、海賊憲法の白煙通費権、六号通費、両翼通費、少林通費権、合一通費などである。通費権の有名な武術家には、騎士、修健知、武田博士などがある。五行通費事件については、武田博士が有名ではあるが、五行通費事件を日本において最初に紹介したのは、 当時の天津武術館所属の東広島であり、東は13歳の時に著名な武術家わり、作、長吉に支持している。馬剣たちが1952年、天津で開催された武術大会においてサンデ部門の試合で優勝した大会の時、東広島は第3位に入賞している。現在、東広島の弟子たちが活躍しているが、その一人、洋立をが一度来日している。 ありがとうございます。